円周率 π の発見。数学とは数の学問なのです。この数の魅力に取りつかれたのが古代ギリシャのピタゴラス学派であり、素数の魅力に取りつかれリーマン予想への挑戦に一生を捧げ、精神に異常をきたした天才数学者たちも数多くいるのです。私は数学の中で数を研究する分野である数論が好きなのです。数論の中で好きな数がいくつかあります。まず無イコール空イコールゼロのゼロです。ゼロの概念に私は魅了されたと言ってもいいでしょう。次に円周と直径の比率、円周率 π、 自然対数の定位であるネイピア数 E、 虚数単位である I イコールルートマイナス1。この虚数と実際にある自然数、実数を足し合わせたのが複素数です。複数の要素からなる数という意味です。複素数は数の概念を飛躍的に拡張したのです。超弦理論において、弦理論が超弦理論へ脱皮するにあたって実数グラスマン数の妥協形を使うことにより超空間へ概念が拡張されたのです。グラスマン数グラスマン代数はベクトルの概念を拡張したものです。それに対して虚数時間、空間という概念があります。時間の単位を虚時間で表す時間のことを意味し、括弧実時間、カンマ、虚時間で表されるのが虚時間空間、虚時間宇宙です。宇宙の始まり以前は、真空のエネルギー状態であったと考えています。この虚数時間空間において、真空のエネルギーレベルが高まり、何らかの契機、自発的対称性の破れ等により、実時間に析出し、宇宙になったのだと考えているのです。ビッグバンの瞬間を宇宙の特異点と呼びます。この特異点を解くには、虚数空間の概念を用い、超弦理論、それの発展した理論である M 理論に組み込み、数学的に解いていくのが一つの筋道だと考えています。私は、世界で最も美しい等式と言われているオイラーの等式について話したいと思っています。オイラーの等式は E の iπ 乗イコールマイナス1です。この短い式はネイピア数 E と虚数単位 iイコールルートマイナス1と円周率 π の塊がマイナス1だと言っているのです。身振りするほど美しい式です。この等式の説明は先にしますが、この式に組み込まれている π という不思議な数につき本日は見ていきます。
3.415926535…と無限に続きます。無理数 π には2つの役割があります。1つは円の周の長さ c と直径 d との比率、これが円周率です。 π イコール c 割る d イコール c 割る 2r。 もう一つは円の面積 a と半径 r の2乗の比、 π イコールラージ a 割るスモール r の2乗です。 BC 3世紀アルキメデスが円周と直径の比と円の面積と半径の平方の比が等しいことを証明しました。さらに彼は円に内接外接する多角形の辺の数を増やしていくことで円に近寄っていくという残価率という方法で、 π は223÷71 と 22÷7 の間にあることを求め、総数だと 3.14084 と 3.14286 の間にあることを突き止めたのです。現在では微積分を用いてこれを捉えることができるようになっているのです。円周率を求める歴史は円に内接外接する多角形の和に基づく近似から級数を利用した近似への移行をしていったのです。すなわち幾何から解析へ移行していったのです。1500年頃インドのケラーラ派の数学者が美しい等式を考え出しました。 π÷4 イコール1マイナス1割る3プラス1割る5マイナス1割る7プラス1割る9マイナス…現在ではグレゴリー・ライプニッツの公式と呼ばれています。 π と単分数の無限和の関係づけるこの等式は17世紀後半ニュートンやライプニッツにより微積分法が発見されて以来容易に計算できるようになったのです。私の個人的なお気に入りは1734年レオンハルト・オイラーが証明した式 π の2乗割る6イコール1プラス1割る2の2乗プラス1割る3の2乗プラス1割る4の2乗プラス…両者とも実に美しい式で、私はオイラーの公式の方に美を感じます。オイラーは数学の表記法にも貢献しているのです。 f(x) これが関数を表す最も一般的表記法です。スモール e が自然対数の定位、スモール i がルートマイナス1、ギリシャ文字シグマが和の記号、これはギリシャ文字のシグマは現在の S に相当し、サムメーション、総和という意味です。
π の値を求める歴史において数学の流れが融合されているのです。幾何学と数論、無限級数が融合していったのです。また π は無理数でありかつ超越数であるのです。超越数とは代数方程式の解とならない数のことであります。よく知られた超越数にネイピア数スモール e、 すなわち自然対数の定や円周率 π があります。本日の講義は以上です。